皆さんこんにちは、ヒカルです。さあ今日はね、いよいよ戻ってきました、こちらですね、フェイユーテックの G6 プラス、これがね、友人に貸してたものがね、いよいよこう手元に戻ってきて、いやーこれで今使ってるね、このカメラ、RX100M5A とね、組み合わせてね、動画を作ることができます。長かったなうん、最初の方はですね、ほとんどこのね、RX100M5A を手持ちっていうんですかね、それで、動画を何本かね、撮ってたんで、結構手ぶれとかね、気になって、個人的にも、いやー、この映像どうしようかなってね、結構考えてた時期もあったんですけど、これが戻ったことによってね、さあ、いよいよこのね、RX100M5A も本領発揮といったところでしょうか。さて、それで今日のお話なんですが、この G6 プラスとこの RX100M5A を組み合わせて、どのくらいね、手ぶれが補正できるのかっていう話をね、今日はしていきます。一応この RX100M5A の方には、0から、スタンダード、アクティブ、インテリジェントアクティブっていう、こんな感じでね、何段階か、手ブレ補正があるんですが、それを、フェイユーテックのね、この G6 プラスと組み合わせたときに、どんな感じでね、手ブレが補正できるのかってことをね、ちょっと、僕もね、知りたくなりました。もちろんね、手ブレ補正を強くすれば強くするほど、おそらくこう、このジンバルに乗せた時の手ぶれも少なくはなるんですが、やっぱり画角がどんどん狭くなりますし、あとね、この G6 プラスはね、セルフィーモード、自撮りモードもあるんで、こう自撮りをした時に、このインテリジェントアクティブとか多分一番ね、手ぶれ補正をかけると、顔がアップになってしまって、ちょっとこう、オズモポケットみたいな感じでね、画角問題っていうのはおそらく出てくると思うんで、その辺もね、詳しく調べてみたいかなと思っています。それじゃあね、早速この2つをね、外に持っていって、いろいろと調べてみましょうか。さあ、ということでね、やってきました。ここはね、過去にも AK2000 でもやってきた、北防波堤ドームなんですが、これからね、このジンバルのテストをやっていきます。それでこのジンバルのね、セッティングなんですが、唯一変えてるのは、これ、モードをね、スムースモードに変えています。ノーマルと、アクションモードっていうんですかね、この素早く動くモードだと、ちょっと左右のブレとかがね、顕著に出すぎてしまって、実用上っていうんですかね、この普通に使う上で少しね、やりづらいかなと思ったんで、このジンバルの挙動だけスムースモードにしました。あとは全部ね、デフォルトの状態です。このモーターの強度も全部自動で設定しています。それじゃあね、どんどんこれからね、取っていきましょう。さて、それじゃね、早速歩いていきましょう。まずは手ブレ補正はなしで、ジンバルのみの補正で歩いています。さすがにね、ジンバルだけの補正なので、結構ね、カタっていうブレはあるかと思います。あ、今ね、ちょっと横にグッて動きましたね。こんな感じで、ジンバルだけではちょっとブレが出てきますね。次はカメラの手ブレ補正をスタンダードにして歩いています。意外とスタンダードにしてはしっかりとね、ブレを抑えてくれますね。これであればね、全然普通に使うには問題ないかと思います。特に歩き方とか持ち方っていうのはね、そのジンバル歩きとかはしてないんですが、いや、ここまで防いでくれるんだったらね、全然実用範囲ですよね。続きまして、手ブレ補正をアクティブにして歩いています。アクティブといった割にはさっきのスタンダードとそこまで違いはありますかね。確かにさっきよりかも若干こう安定感が増したような気もしますが、正直こうあまりスタンダードと変わりはないように思います。そして最後、インテリジェントアクティブ。ここまで来るともう手ぶれという感じはほとんど出てませんね。ただ、インテリジェントアクティブはやはり画角が狭いので、逆にそっちの方に目がいっちゃう感じがしますね。手ぶれ補正という面では、ほぼ完璧と言ってもいいんじゃないでしょうか。さて、こうして4つ並べて見てみると、やはり右上のスタンダードが一番バランスがいいように思います。アクティブとインテリジェントアクティブはやはり画角の狭さがちょっと気になりますね。さあ次は手ブレ補正なしで少し走ってみましょうか。意外とブレは少ないように感じます。ただやっぱり手ブレ補正はないので、ちょっとね、カタカタっていう振動はありますね。続きまして、手ブレ補正をスタンダードで走っています。手ブレ補正なしでも結構ブレは防げてたんで、さすがにスタンダードになるとね、もう十分に常用できますね。続きまして手ブレ補正をアクティブで走っています。まあさすがにね、スタンダードでも全然使える状態だったんで、アクティブにするとやはりね、価格の狭さっていうのは気になりますよね。ちょっと画面全体が窮屈な感じがします。そして最後、インテリジェントアクティブ。ここまで来るともう手ブレっていう感じはほとんどなく、スーッと滑らかな映像になっていますが、やはりちょっと画面全体が狭く感じます。さて、こうして4つ並べてみても右上のスタンダードが一番バランスがいいように思います。下2つも悪くないんですが、やっぱり画角が狭い。現在手ブレ補正なしで歩いています。画角の方はどうでしょうか。現在手ブレ補正なしで歩いています。画角の方はどうでしょうか。現在スタンダードで歩いています。画角の方はどうでしょうか。現在手ブレ補正をスタンダードで歩いています。画角の方はどうでしょうか。現在手ブレ補正をアクティブで歩いています。画角の方はどうでしょうか。現在手ブレ補正をアクティブにして歩いています。画角の方はどうでしょうか。現在手ブレ補正をインテリジェントアクティブで歩いています。画角の方はどうでしょうか。現在手ブレ補正をインテリジェントアクティブで歩いています。画角の方はどうでしょうか。さて、またこうやって4つ並べていますが、やはり右上のスタンダードが一番いいように思います。さあ、いかがだったでしょうか。いや、手ブレ補正の方はね、もうスタンダードで全然問題ないですね。うん、確かに今回のね、テストした場所っていうのは、こう、ほんと平たい、コンクリートの上だったんで、まあ、比較的ね、この手ブレ補正をオフにしても、このジンバルだけである程度ね、ブレは防いでくれたんですが、まあ、これが例えばもっとこう、不整地の場所だったりとか、山岳地帯だったりとか、あとまあ、北海道なんでね、これからではないですけど、冬になってくるとね、雪が降って、まあ、非常にね、こう、滑りやすい、まあ、氷の上とかそういった場所でだとまたちょっと変わってくるかもしれないですが、まあ、少なくとも今回、平たいでコンクリートの上では、RX100M5A の手ブレ補正はスタンダードで全然実用性の範囲内でした。そしてね、自撮りも、スタンダードであればそこまでね、画角が狭くならないんで、まあ、すごくね、使いやすいですし、まあ、アクティブはアクティブで結構走った時とかのね、手ブレは防いでくれたんですが、うん、ちょっとね、やっぱりこう自撮りとかするときはね、少し画角がね、狭いかと感じました。まあ、インテリジェントアクティブはやはりね、最大手ブレ補正が効くんで、まあ、歩いてるときでもね、走ってるときでも、まあ、全然問題はなかったんですが、ちょっとね、あれも自撮りは結構ね、厳しい感じかなと思います。で、そうですね、まあ、今回のこのテストにあたって、まあ、そのジンバルの持ち方とかってそういったものはね、全く意識せずやっていたんですが、まあ、これだけね、普通に歩いても、手ブレ補正を効かせることができるので、しっかりね、ジンバル歩きっていうんですかね、そういったものを、まあ練習すればね、もっともっと、クリアっていうんですかね、こうブレの少ない映像をね、撮れるかと思います。ここまで見ていただきありがとうございました。この動画が皆様のジンバル選びの参考になれれば幸いです。で、今後もですね、この G6 プラスやね、RX Mark5A、その他ね、デジタルガジェット、どんどん取り扱っていきますので、チャンネル登録してくれると嬉しいです。で、こちらの G6 プラスなんですがね、過去にも動画結構上げてますんで、もしよろしければね、上のリンクの方から飛んでくれると、さらに嬉しいです。では、次回の動画でお会いしましょう。さよなら。